強くなって、そしたらイルカ先生やカカシ先生、エロ仙人と出会えて強くなることができて嬉しかった。でもそのせいで暁なんてやつに狙われることになっちまって、だからもっと修行しなくちゃなんなくなっちまって、せっかく強くなれることができたのに仲間が暁にやられて、何俺たちの力見せてやろうぜ。